MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はスピードキングツアーの初めて会場になるということで注目となっておりますスーパーラジコン大宮店にやってきております。もうねレース直前ということで選手の皆さんもたくさん走られているんですが、今回こちらの動画ではその会場となっているスーパーラジコンの魅力に突っ込んでいきたいと思います。では早速お店の中行ってみましょう。はい、今回お邪魔しているスーパーラジコン大宮店ですね。営業はこのようになっているようですね。はい、平日、土曜日、日曜、祝日、定休日はないということで、時間割もきっちりとされているようですね。はい、こちら利用される方は確認して楽しんでください。このように広いインドアサーキットですね。インドアというとなかなかこうコースとしてはそれほど広く取れないというところが多いんですが、ここは結構な広さがありますのでね、ストレートもこれだけありますので速いクラスでも存分に楽しむことができるということになっております。なおその向こう側にピットエリアがありますし、ショップもこちら側の奥にあるんですね。で、操縦台がご覧のようにあって、こちらがピットエリアということになります。で、伺ったんですけれども、テーブル自体は常にこのような状態であると。で、平日だと、そこまでのお客さんの数にはならないので、中のピットを使うことが主になるそうなんですが、お休みの時、休日などはもうこの辺りのテーブルも全部使うぐらい、普段からたくさんのお客さんでにぎわっているということですから、さすがにね環境も整っていますし、レベル高いということもあって、素晴らしいサーキットとなっております。すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回私初めてスーパーラジコン大宮店来させてもらったんですけれども、こちらお店はできて何年ぐらいになるんですか？4年ちょっとぐらいですね。私はもともと大阪なので、本店にはよくいらし、行かせていただいてるんですけれども、もう本店というと結構長いですよね。そうですね、本店やともう多分30年近くになると思います。もう通販もありますし、全国の皆さんにもうすっかりおなじみのスーパーラジコンだと思いますけれども、この大宮店の特徴というとどういうところがありますか？サーキットを併設しているお店になってますので、オンロードのツーリングカーに特化した一応お店になってます。ただドリフトとかミニッツとか、あとタミヤのいろんなバギーのパーツもいろいろ置いてますので、一応ご要望にご期待に添えるように、商品を、置いております。で、何よりインドアサーキットなんで、天候の心配がいらないというのは大きいですよね。そうなんです。実は今日もスピードキングツアー前日なんですけども、外は雨模様だったりして、ちょっと心配だったんですけれども、雨が降っても大丈夫、そうです、暑くても寒くても大丈夫っていう、大きいですよね。暑い時はすごい暑くて、寒い時はすごい寒いんですが、雨には強いです。なるほど、はい、そのあたりはもう一番だと思います。でもちろん商品の品揃えも万全ですから、何かあってももちろんお店の中で全て、あるものはあるという、でもなくてもすぐ入ってくるんでしょうね。そうですね、言っていただければお取り寄せも可能なので、で今回は、スピードキングツアーの会場として初めて、使わせていただくということになりますけれども、お店の、お客さんなど盛り上がりはいかがでしたでしょうか？
そうですね、あのいろんな地方からもうたくさんの、参加していただいて、その熱気にやられてもうかなり興奮してますとであの地元の常連の皆さんもですね、あそういやちょうどあの先週レースあったんですよね、はい、ここでそうですね、えその時に上位に入られた方なども結構今回参加いただいているようなんですけれども、はい、そうです、このスピードキングツアーに挑戦するとこう盛り上がってるんじゃないですか。はい、もう頑張ってる人がたくさんいるんで、もう TC2 の方とかもなあの普段はレース出られない方も出てくれているので頑張ってほしいところです。そうですよね、はい、でも何よりあのここの店長さんも今回エントリーされているんですよね。はい、あのまあ、これまでもねあのスピーキングにはずっと出てくださってるんですけれども、はい、やっぱりあの知識とか腕前とか相当なもんなんでしょうね。そうですね、もうラジコン大好きなんでやっぱりそういうスタッフがこうやってお店にいてくれるというのは、はい、ユーザー目線からしてもありがたいところですよね、はい、そうですね、だいたいまあセッティングに関してはあの聞いただけで分かることも多いですし、まあ、実際に車触ってセッティングもしてあげたりもしてますので、はい、かなりいい感じになっております。福本さん自体は、はい、もうずっとラジコンはされてるんですか？僕はまあたまにするぐらいなので、うん、はい、そこまでアドバイスはできないんですが、はい、うん、商品知識は負けない感じです。じゃあお客さんのわからない質問に対してもすぐに答えてもらったり、はい、はい、それは大丈夫です。もう万全のアフターサービスですね。はい、分かりました。では最後になりますけれども、お客さんに対してメッセージをお願いしてもいいでしょうか。はい、そうですね、まあもう4年目突入したということでお目当て頑張っておりますので、商品に対しても何かご要望等あれば何でも言っていただければお伝えに添えるよう頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。